はい、もうだいぶあのシモンのブースの中が混んでまいりました。こちらが新しいあのツインパワー。ツインパワーの特徴はこれローターがやっぱ金属なので負荷がかかっても、まあ、しっかりと。今のリールですごい守備範囲が、ね、良くて最高のものが今年出たシリーズです。お持ちでしたらこちらのスタッフの方まで並びください。こちらで撮影会ができます。ありがとうございました。
でここにあるそういうことです。今回あえてちょっと戦略を変えます。Yeah, don't get the money.
これ。お姉ちゃんから書いたの。まあでもやっぱり昔からのやっぱアイツリーのスタイルって本当に変わらない、まあこういうスタイルが、ね、はい、CMB っていうビデオ、これ見てる人いますか？わあね、懐かしいですよね。あの頃ね、このもうこれよりもう一個前かな、 TDS とかそういうのでバッカンバッカンする。で34ミリ最強とか僕その時代言ってるんですけど、うん、でもそれはやっぱ投げるルアーとか釣り方がその当時数十年前と今は違うんです。で今のリールですごい守備範囲がね、良くて最強のものが今年出たスチーズだとそういう話、うん、なんですけど、まあまあその前にまず拠点、まあ琵琶湖にもこれまでマンションを借りてたんですが、浜付きのところ、うん、そこにキャンプベース、時間を作っていきたい。それは今年春には完成させて、と同時にアメリカにもね、僕は未だにボートとか車とかキャンパー、キャンピングカーというのに置いてるんですけど、まあ、これまでテネシー州っていうダグラスで日本でちょっと高原のリザーバーみたいな、うん、いいんだけど、でも幅広い釣りをするにはちょっと寂しい。なんで今年はアラバマ州ガンタースビレイト聞いたことある。ああ結構ね、アメリカトーナメント通の人が知ってる。例えば西海岸とかね、ちょっとアメリカに入ってるところがある。で主にトーナメントが来ました。昨日で、この辺に住んでる。なんで、まあ、いろんなスリーバイクの中心に。Thank you.